ワリオシリーズは、主に任天堂が開発、発売している同社のキャラクター、ワリオが登場するコンピュータゲームのシリーズである。マリオシリーズの一部であり、同シリーズのキャラクター、ワリオを主人公とするものを、ワリオシリーズと呼ぶ。ワリオは1992年発売のスーパーマリオランドに6つの金貨に悪役として初、登場したキャラクターであり、 ワリオの名前をタイトルに関したゲームとしては、その後1993年にマリオとワリオが発売されるものの、やはりこちらでも悪役であった。ワリオを主人公に据えた実質的なスピンオフ第一作は1994年発売のスーパーマリオランド3ワリオランドで、これ以降はリオシリーズとして扱われるようになった。本シリーズは第一作こそエンディングのみマリオが登場するものの、 以降の作品は、マリオ本編のキャラクターが全く登場しなくなり、完全に独立したシリーズとなっている。同シリーズとほとんどの世界観を共有する、ヨッシーシリーズとは対照的。本シリーズは大きく分けて、ワリオランドとメイドインワリオの二つの作品群に分けられる。ワリオランドメイドインワリオ、いずれもワリオが主人公ではなく、仇役である。ありがとうございます。